ペシャルゲストをスタジオにお招きしております。どうぞ。早いって書いてあったわ。おはようございます。おはようございます。今日はくまモンが、くまモン曜日間違えたかな。普段はね、木曜日出てるんですけども、この格好注目ですよ。ちょっと意味があるんですよね。見た、他局で見た。言わなくていいじゃないですか。他局の昼番組で。そうですけど、ね、すね、全国放送で見た。そうですよ、はい。エリタロさんにも関係ありますよね。そうですよ、絶対見てほしいんですよ。本当、はい、このジャージにね、秘密が隠されておりますけどもね。はい、まずはこちら、ドン。はい、くまモン実は〇〇だった。というわけで何か疑惑が浮上しております。まずはこちらをご覧ください。九州新幹線全線開業をきっかけに誕生した我らがくまモン。熊本県の営業部長兼幸せ部長として熊本の魅力を全国に発信していますよね。そう、語らんででも県内各地の旬な話題を中継先から届けてくれています。元気いっぱいですよね。いろいろありますもんね。ちゃんとしなさい。そうですね、ちゃんとしてますが疑惑が持ち上がったんです。それはメタボ疑惑。メタボちゃん何だろう。これを受けて去年10月蒲島知事から重大な発表がありました。本日は、はい、熊本県から大切なお知らせがあります。はい、まずこちらをご覧ください。全国的にね、皆さんからなりましたよ。出しましたね。落とします。その説は熊本と熊本県が大変お騒がせしました。皆さんのご協力誠にありがとうございました。知事読みすぎですね。少しで。大丈夫ですよ、知事も。はい、大丈夫です。そんな発表とした熊門が今年落とすのは体脂肪です。逆。こちらをご覧ください。知事逆です。逆です。お願いします。いや、そうじゃなくて、こっち、そうそうそう、新喜劇みたいですね。こちらをご覧ください。はい、そう、今年落とすのは体脂肪です。熊本の美味しいものを食べ過ぎて太ってしまったくまモンがダイエットを宣言しました。さあ、というわけで語らぬリポーターメタボナンバーワンの鬼塚がやってまいりました。専門家に解消方法をしっかりと伺っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ということでやってきたのはこちら熊本大学。お話を伺いますのは医学博士の鈴木茂樹教授です。アスリートへのトレーニング指導の経験を生かして体を引き締め病気にならないための運動、そして食事のプログラムの開発普及に取り組んでいらっしゃいます。これ持ってもらっていいですか。はい、はい、ずっしりしますね。はい、これ1キロあるんですけど。1キロ、はい、これ何の模型だと思います。これ脂肪の模型なんですよ。いらないです。なんですかこれ。いや、だからね、1キロ増えましたって簡単に言うんですけど、1キロ増えたっていうことはこれがこうついたっちゅうことです。あるある。これをなくすにはどうしたらいいんですか。これなくすためにはもう食事制限だけではやっぱりこれも落ちるけど筋肉も落ちてしまうので運動と食事っていうです。魔法の薬はないんです。絶対ないですか。です。青い鳥はいないんです。いろんな噂を聞きますけどないですか。そうなんですよ。あれはですね、願望とはいうものですね。運動って結構時間かかるから嫌だとかできないっておっしゃる方もいるんですけど、今回はですね、そういうような方のためにもおすすめしたいのが、くまモン For You メソッドっていう、そういうような方法です。発音がいいですね。先生が考案しましたくまモン For You メソッド、それはこちらになります。1,2,3,4。
はい、というわけでここで私もですね、くまモン本意メソッドにちょっとだけ挑戦してみました。数ある動きの中から一つ椅子を使ったスクワット、そしてチェアスクワットです。これは太ももの引き締めに効果があるんですよ。ねえ、4秒かけて立ち上がる、お尻を出さて、そして4秒かけて座るというふうに、ちょっと一回一緒にやってみましょうかね。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ行きます。僕数えていきますので4秒一緒に立ち上がってください。はい、行きます。3、はい、1、2、3、4、これぐらいです。これぐらいのスピードです。はい、大丈夫です。お尻が上がらで、前を見ながら今度はもう黙って4秒かけてゆっくりと座っていきます。じゃあ僕では数えていきます。はい、いきます。はい、1、2、ベストポジションです。3、4、座ったつもりで止めてあげましょうか。それぐらいです。ちょっと太ももを触ってみてください。太ももを触ってみてください。ガチガチですよ。はい、 OK です。これね、本当は10回やってもらいたい。10回を2セット、10回やってちょっと休憩をして、10回。先生、はい、やっぱり足に効くんですね。そうですね、この太もものこの前、これ非常に大きな筋肉なんですけど、ここの引き締め、そしてまあ女性の場合特に引き締めの感触。私もう顔に若干じわっと汗かいてるんですけど。はい、だからもう要は自分の体重しかかけてないんです。重いのもったいしてないんですけども、ゆっくりやるだけでこんなにきついのかな。はい、はい、皆さんおすすめですよ。もうぜひやってみてください。いや、私言っときますけど、座ってないですからね、はい、今でも。は？浮かしてますからね。完璧に座ってますよ。全部座ってますよ。全部座ってますよ。むしろね、椅子がこう、全部。皆さんどうですか、太ももを鍛えるんですって。ねえ、やっぱ気になりますか、太もも。でも、腕がそんな全然大きくないですよ。気になりますね。まあ、後ほどじっくり見てみたいと思います。いいですよ。なんでさて、さてお兄さん、はい、どういうことですか、それで。はい、4秒っていうのがまた大事ということなんですよ。フォーユーエクササイズって4秒の、なんだっけ、フォーユーなんですけど、フォーユーってあの英語であなたへとか、あなたのためのっていう意味で、あなたと一緒に4秒のフォーユーをかけてる、かけてる、メソッドって方法とかやり方、方法で、はい、4秒でやっていこうということになっております。ゆっくりやるのがポイントなんですよね、これね。そうなんですよ。というわけで皆さん、この後は椅子をご用意くださいませ。くまモン本意メソッドに挑戦しましょう。はい、さあ、それでは早速ですね、はい、メタボ解消のために頑張っているくまモンと一緒に、はい、くまモン本意メソッドをやってみたいと思います。皆さんも一緒にやってください。くまモンよろしくお願いします。もうくまモンはバッチリですよね。うん、もう全部ねできますよね。8つ方法があるんですけども、うん、今日はその中の3つをやっていきたいと思います。どなたでもできます。はい、子供からご年配の方まで。簡単ですから。はい、はい、難しくないですよね。はい、まずはこちらをご覧ください。どうぞ。くまモン 4U メソッドは、初心者向けと上級者向けの2つを準備しています。で、初心者向けで、まず最初にお伝えというわけでですね、足をつかないということですよ。4秒1、2、3、4を声かけは皆さん言ってください。はい、それで息、呼吸がちゃんとできるそうです。はい、はい、それではまずやっていきましょう。はい、体幹を鍛える運動になります。はい、体の幹の部分ですね。はい、はい、鍛えましょう。はい、それではいきましょう。せーの。1、2、3、4。バーン。うまい。上手。はい、下げていく。1、2、3、4。浮かせる、浮かせますよ。くまもこれで浮いてますね。はい、いきますね、大丈夫です。はい、1、2、3、4。笑顔で。
そこだけ張り切らないでください。ちゃんと姿勢よく、はい、下げていく。猫背にならないために体幹を鍛えていきます。この辺を、ね、意識しながら、はい、お願いします。どうでしょう。とりあえずリセットしました、はい、2回しました。これは交互に10回ずつ。これやっぱりあの支えてる足にも効きますね。効きますよ。何よりも姿勢が良くなりますね。これやっぱ体幹ですよ。そうなんです。今大事な軸、はい、そう、まずはそこを、強化していきましょうということでございます。はい、はい、じゃあそれでは続いてこちらです。次は手足伸ばしです。1、2、3、4です。この時今右手を上げています。そして左、右じゃなくて左ですね、左の足を、上げていますと。でこのまままたゆっくりと4秒かけて戻していきます。この時手は床につかないですし、膝も床につかない。これ上級でしょ。これ難しい。クマもできんの？できるんですよね。ここできなきゃ。クマもちょっとやってみせて。こういうことですから。はい、お願いしますね。はい、マットを引いてるんですけども。かわいい。かわいいね。かわいいですよね。はい。じゃあクマモンは右手を上げて左足を交互になりますね。はい。そうすると背中ヒップアップになります。はい。お尻が伸びます。さあ行きましょう。せーの、1、2、3。えらい上がってる。そうそう、ついてない、ついてない、ついてない。ここ一直線になる感じですね。ここが大事です。さあ、つかない、つかないよ、つかないね。うまいですね、さすがですよ。これいわゆる裏面ですね。裏面を鍛えることができます。表の面というのは結構鍛えやすいんですけど、裏ってなかなか鍛えられません。大事です。ちょっとやってみます。誰だ、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 誰だ。裏を意識してます。裏を意識する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 。バー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 こんな感じですね。エトさんやってますか。お願いします。こういうのあの得意ですからね。今日はパツパツじゃないですか。あらら、お邪魔します。いいじゃないですか。それで、はい、そうですね、裏を意識して4秒で上げて、膝を曲げたままでいいですよ。膝は若干曲げてていいです。伸ばさなくていいです。はい、はい、4秒で、はい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 、つかない、つかない、はい、もう一回。目でいい、目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 、はい、1、目、3、4、はい、下げる、1、2、3、4。そして、はい、10回ですね。素晴らしい、ありがとうございます。いかがですか、いかがですか。結構裏面きますね。裏面きますね。結構きますよね。すごいわ。はい、これをやってみてください。さあ、そしてもう一つです。はい、続いてはレッグレイズ、レッグは足でレイズは上げるという意味ですが、足の引き上げの運動です。1、2、3、4。でゆっくりと4秒かけて戻していきます。2、2、3、4。でまたゆっくりとずっと戻していきます。はい、これは背もたれがある椅子の方がいいですね。この方が最初は楽ですね。ただ皆さんは、アスリートということで背もたれがないものを用意させていただきました。はい、本田さんお願いします。私です。お願いします。本田さん、背もたれないときはどこを握ればいいんですか。椅子の横と後ろのこの辺の部分も座れますか。もうちょっと後ろですね。はい、しっかり持ってください。そしてあのさっき先生キャスターがついてるんだったんですけど、安定感があるのでやってくださいね。倒れたら大変ですのでね。はい、同じ要領です。4秒で上げて下げるとき足つかない、いきます。せーの、1、2、3、4。伸ばすんですか。あ、負けたままでいいですよ。はい、全然上がってないですけど。本田さん、本田さん、はい、一、本田さん、本田さん、じゃあちょっとエイトロさん。
とあります。1月28日と2月25日どちらも無料になっております。はい、これ事前予約いるんですか。はい、一応お電話ください。0963557401となっています。お願いします。はい、さあそしてこれだけではダメです、うん、食事もしっかりと注意してくださいね。というわけで今日からですね、はい、日赤の管理栄養士が考案しました。はい、なんと県庁の食堂で平日今日からあのいろんな考案したメニューが出てくるということなんですよ。また美味しそうですよね、これね。はい、いや、また美味しそうで520円だ、このもの安いね。税込みですね、安いですよ。そうなんです、はい、ヘルシーで、はい、こちらがナスと豆腐の肉味噌かけシャキシャキダモン定食、うん、はい、そして先ほど出たのが野菜たっぷり赤バーグ定食ですね。またさせていただいて、これはまた人気じゃないですかね。平日のみですから、今日からですから、ぜひ行ってみてくださいと思いますね。はい、というわけでホーユーメソッドで、ぜひくまもんこれから健康をですね重視して全国に広げてくださいね。お願いしますね。はい、どうもありがとうございました。さあ今日はくまモンもスタジオにね来てくれてますよ。ファックスメールもたくさん届きました。今日はちゃんとしなさい。こちらでございます。3児の母さんでございます。昨年娘の高校の寮で臨時の保護者会があり、一度娘さんたちの部屋をチェックしてみてくださいと言われ、想像しながら娘の部屋へ、寮ですからね、入った瞬間、はぁ、想像を上回る汚さ。机の上は本、雑誌、塵の山。机の下は脱ぎ捨てた洋服、壁には写真だらけ。同じ部屋の子に娘の名前ね、何々はどこで勉強しようらせたのかねなんて聞くと、あ、何々は床に寝そべっとしてますよ。怒り通り越して爆笑。娘はもう4月から高校3年生だけ、身の回りぐらいちゃんとしなさい、ね、そんなもんですよね。親としては心配ですよ、ね、こちら、よかよめさん、くまモンのフォーユーメソッドは素晴らしくですね。我が家のメタボの旦那にもちゃんとしなさいと教えます。嬉しいね。ね、素晴らしい。いや、確かにあれいいですよ。本当にね。さあ、語らんでしょうね、アッペドル。今日はやっぱご主人にちゃんとしなさいと、お子さんにちゃんとしなさい、いくつになってもね、大丈夫になります。夫に声を大にしてちゃんとしなさいと、はいはい、いつも言っています。その理由、はい、夫は仕事に遅刻ばっかりするんです。あら、大の大人が遅刻ばっかりするんです。もう本当に情けない。何度言っても治りません。会社の方に申し訳ないですし、奥さんはちゃんとしてるんだろうかと思われているだろう。嫌になります。本当にちゃんとしなさい。ちゃんとしなさい。大事大事、ね、大事、ここは大事ですよ。いや、あのね、やっぱりさ、あの男の人ですね、あの社会、会社に出てらっしゃる方で遅刻は絶対ダメでございます。そうですよ。私なんか TKO に5時50分に入ってるんですよ。そうそう、それ違いますよ。そんなに早く7時半ですよ、7時半。でも、エトロさん遅刻したことはない。遅刻はないです。遅刻なんて文字ないです、私は。さすがでございますね。時間はすごいですから、あのこの方ね、今からビデオ撮ってくださいね。ちゃんとしなさい。遅刻はダメ。はい、ご主人に見せていただきたいです。ということで、リンゴちゃんおめでとうございます。おめでとうございます。リンゴちゃんにはこちら、カタラでしょう、奮闘大の九州野菜ドレッシングの詰め合わせ2セットプレゼントです。はい、この後は旅館もどうぞ。さあさあさあ、1万円か2万円になるか。さあ、よかもどうぞは、カタラのお年玉キャンペーンを突破中でございます。はい、電話に出た方には1万円のプレゼント、そしてその後カードを引いていただきまして、2万円カードを引かれた方にはなんと2万円をプレゼントです。はい、さあ、じゃあ今日はね、あの、くまもんいますんで、くまもんに、はい、引いていただきたいと思います。どうぞ、くまもん、待っててよ。さあ、何とか届いた。皆さん、来週分も出してくださいね。はい、年賀状の余りで結構でございますからね。お願いします。来ました。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとう。さあ、携帯電話にお電話します。携帯電話、くまモンが引いたから絶対電話に出られます。くまモンの魔法がかかってますからね、これは。はい、はい、かけました。さあ、かけましたよ。さあ、行きましょう。栄太郎のと言いますから、語らずと言ってくださいよ。5回コールですね。5回ですよ。2回、はい、3回、なってますよ、お宅。4回、
はい、くまモンどうぞ。栗中さんです。チャンスです。チャンス。はい、お願いします。どっちどっちだ。さあ、お飛び出ました。はい、ありがとうございます。さあ行きましょう。携帯電話にお電話いたします。携帯電話でございます。あ、これご自宅じゃない。あ、ご自宅でした、すみません。ご自宅でございます。はい、ご自宅かけましたよ、はい、いらっしゃるかな。さあ、くまモンが来ました。そうですよ、これ1回。さあ、1回出るな、これ2回出ます。あ、栄太郎の栄太郎の語らんね。はい、おめでとうございます。ラッキークローバーさん、おはようございます。ラッキークローバーさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。くまモンが引きました。はい、はい、ということでございまして、本田さんは品があって綺麗ですね。 ありがとうございます。ラッキークローバーさん、あの優しいベールに包まれたような語りに心がふわっとしますって。 ありがとうございます。ラッキークローバーさん、はい、別にあのそう思ってらっしゃらないみたいな。さあ、ラッキークローバーさん、どちらか選んでもらっていいですか。はい、これですよ。どちらがいいですか。栄太郎さん。栄太郎さん、はい、じゃあ私でいきましょう、はい、お裾分けなのか2万円なのか。お裾分け、ありがとうございます。ラッキークローバーさんには1万円でございます。ありがとうございました。また出してください。さあ、次のチャンス、次のチャンス、次のチャンス、1万円のチャンス。次行きましょう。ワンもお願いします。お願いします。1万円のお裾分け。じゃあ私が2万円だったんですね。私が2万円でした。私が2万円、もうあと1万円ですからね。そうです。またくまモンに引いてもらいます。はい、ありがとうございます。さあ、お裾分けは携帯電話にお電話いたしますよ。ラッキークローバーさんからのお裾分けで1万円でございます。はい、携帯おかけしましたよ、はい、お電話に出ないといけませんからね。そう、出てくださいね。1回目、携帯ですよね。3回目、携帯するから携帯電話ですよ。4回目。はい、チャンス。クマモン行きましょう。次だ、お得チャンス。チャンス、チャンス。クマモン、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 はよせーよ。お願いしますよ。はいはいはい、トレンド、ちょっと斜めに。あら、はい、こちらの方、栄太郎の語らんね。はい、ロッキーさん、おはようございます。おはようございます。はい、ロッキーさんには1万円でございます。ラッキークローバーさんからのお裾分けに1万円でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。特製お年玉袋に入れてお送りしますね。また出してください。ありがとうございます。お待ちしております。ありがとうございました。さよなら。はい、失礼します。ありがとう、ありがとうございました。はい、天気を、ね、見ていきましょうかね。周回、あの朝晩が風がもうふっと寒いですもんね。そうですね。そして空気も乾燥していますので、本当火の取り扱い、それからインフルエンザなどにもご注意ください。もう湿度 50% 以上がね、インフルエンザにならないと。シュッシュッシュッシュしてくださいよ。シュッ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 キレッキレで、キレッキレ、すごいですね。ということでございまして、皆さん今日ありがとうございました。またぜひまた遊びに来てください。ありがとうございました。くまモンもありがとうございました。木曜日またよろしくお願いします。やる気に皆さんにとりまして、今日が良か一日でありますように。明日も朝からたらたらね。